しゃべてつ気分始まりました。MC の柏原美希です。おいしげちゃんと、はい、美希ちゃんが、はい、琴店の出る絵なんでしょこれ。そうですそうです。今日岡田から、ええ、はい、続きだよこの前のね、引き続き今日岡田から。半蔵門ってね、琴店ってしっかり乗ったことないから、うん、あ、そうなんですか。新鮮。見れて面白い。ああ岡田は出る、うん、出ます。岡田駅を出発しました。うん、そしてバン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 音が ね、いいですね。右ののどかだな。向こうの方に観覧車が見えるんですけど、うん、え、何が見えるの？観覧車があるんですよ。観覧車？はい。あ、それが何？前回言ってたレオマンワールド？そう。え、じゃあ何？最寄り駅なの岡田って？岡田駅が、はい。嘘？レオマンワールド。あ、本当だ。そうですよ。向こうの方にちょっと分かりにくいですけど。すげえ遠いけどね。うん。ニューレオマンワールドだ。そうなんです。昔私がよく行っていた。あ、そう。遊びに行っていたレオマンワールド。ジェットコースターとかあるの？ありますよ。ちっちゃい遊園地なんですけど、ね、結構もういいね。ちゃんとパレードとかもやってるんです。へぇ、変わってきちゃったみたいで。四国ってゆっくり走ってみなきゃダメだな、まあ、ね、いろんな面白いとこありますよ。魅力が集まってますよ、ね、いいね。岡田駅を出発して、うん、ちょっとね、今チラって見えちゃったけどね、これ前回も言ったけど、これ、うん、運転手さん女性だもんね。そうなんです。ちょっと女性っぽいね、アクセサリーついてるもんね、カバンにね。確かに。完全にね、視点がね、そう、視点が完全にね、あの還暦近いエロ親だから。半蔵門。危ない。ガチで危ない。危ない。可愛いですね。もうあそこしか見てない俺も。あーすげえ。道路がこうちょっと見えてましたけど、あ、でも並走はしてないのかな。してないですね。うん、またね、いきちゃんが言うね、やっぱり三角形の本当綺麗な富士山みたいな形なのね。そうなんですよ。山がね、山がね、ここね、奥の山が、うん、パワーの山、結構こういう山が多いんですよね。不思議ですよね。不思議。いいですね。なんかすごくのんびりできる。うん、ぼーっとね、見て癒されますね。癒されるわ。これ琴殿もさ、1両ぐらいさ、はい、座席全部さ、クロスシートかなんかにしてさ、結構ね、車内販売つけてね、ね、喉からちょね、ちょっとしたカフェバー列車みたいにしちゃえばいいのにね。いいね。私がちっちゃい時住んでたところですね。あ、ここ、この辺。いや、ちょっともうちょっと先でした。この辺かな。どうだろう、丸中学校行ってたんですよね。こんなところで育ったんだね。そうですね、今思えば、うんうん、ね、今は結構都会に住んでるんで、こんなのどかなところで暮らしてたんだ。もうすごい呼吸がぴったりだね。女性運転士がストンとちょっとブレハンほどいた後に瞬間にドア開くもんね。すげえわ。すごい詳しいな。とか言いながら、これワンマンなの、もしかして。ワンマンだったら俺、はい、またトンチンカンなこと言っていいよね。これ後ろに車掌さんいた？車掌さんいたかな。いたと思いますよ。あ、本当？いましたよね。へー、あー、いいわ、のどかだな。サヌキうどんのお店があります。これか。あー、ほんとだ。もうやっぱね、秋だから、秋か、冬か、冬だから収穫時期じゃないから畑はあんま分かんないね、何がなってるかね。あ、そうですね。揺れすぎじゃね、これ。結構揺れてますね。私も今本当に揺れた。見てて、すげーわ。見てて思ったんですけど、ちょっと高くありますね。ところどころあるけど、
うん、でも基本的に割と平坦な道が続くんですよね。確かに平坦な道だね。平坦な道とかみきちゃんが言っちゃうのね、もうね。そうですね。どこで覚えたんだろう。いろんな鉄道乗ってきたからなんかだんだん分かるようになってきた。勾配がどうだとか。もう勾配感じちゃってるんだ。はい。来てるわ。本当来てる。いいですね。もうずーっと限りなく単線が。まっすぐね。そうですね。気持ちいいぐらいこう全然先が見えない。本当だ。あれ次。次の駅もこれ読めねえな、これ、うん、これなんて読むのこれ。次が到着しました。ブレーキの音がまたでけえわ。そしてこのコンプレッサーね、おどど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 どすごい、そこを聞いてるんですね。うん、これは説明が書いてる。讃岐うどん発祥の地。へぇー。あ、これほら、しかもドア見なきゃ。ドア、これドア片開きだよ。両方開かないの。そうだ、ね、片方、ね、一枚で降りるの、ね、はぁゆうか、はぁゆうか駅。へぇ、音がいいですね。踏切の音がまたいいね。はい、過ぎていく感じがいいですね。あ、車掌いるわ、うん、男性の声ってことはね、これ女性運転手だからね。車掌さんいるんだね。いますね。いるわな。ちゃんといました、いました。あ、そうか。え、今のしげちゃんじゃないよね。違うよ、フェイクじゃないよね。違うよ、入れてないよ。そっそりやってたんですか、後ろで。そんな地味なことしないよ。次は讃岐うどんです。もう讃岐うどん食べたいです。ひどい。讃岐うどんまで行ってます。あ、そうだね。早い早い、直線は早いわ。結構出てますね、うん、この道面白いですよね、なんか、うん、いきなりこう木の中に入ってます。あ、次は滝宮ですね。おー、すごい滝山が広がってて、おお、ギリギリまで。こういうとこもあんだ。こんな区間もあんのね。ありますね。うん、あっち下り。どういうとこ通ってるの。次下りだ、下り。バンバン下ってんじゃん。なんか山道に入ったみたいな感じですね。このカーブを抜けて、抜けると。抜けると？抜けると？サヌキドン？サヌキドン？え？だろ、柱が、ああ、すごい、ああ、すごい、ここまだ、あらー、絶景、綺麗ですよね。うんうん、これね、なんだろう、綾川かな。綾川、うん、うん、そうだ、綾川ってあんのかな。川の近くで遊んでた気がする。この辺も、あれ、この辺が確か、あ、ある、綾川、生まれたところの近くなんですよね。綾川町っていう町もあるんだって。あんまり記憶が。あ、もう駅じゃん。そうですね、うん、この辺でも、うん、あ、かわいい、かわいい駅舎が。あ、ほんとだ、あららら、かわいい、かわいいですよね、うん。可愛くないですか。確かに可愛い、うん、あら、うん、なんかね、鉄道模型に出てきそうな駅ね。そうですね、ちょっとレトロな感じがありました。今ちらっと見えちゃったけど、女性運転手さん、めぐみって言うんだね。どこを見てるんですか。やっぱね、やっぱね、還暦近いとね、そこだけ視力いく、まあ、老眼なんだけどね、そこだけ視力急にピントがバーンって合うのよ。やめとけ、そこだけピントがバーンいくのよ。怖い、怖い、怖いよ。はいはい、ということで、はい、滝宮第2回目、はい、ここまででございます。めぐみさんと別れたくねえなー。次も会えるかな。